皿屋敷田中幸太郎番長の青山修善の家の台所では下女のお菊が正月2日の昼の祝いの済んだ後の全具を始末していたこの若い美しい下女は粗相して冷酷な主人夫婦の折巻に合わないようにとおずおず働いているのであった その時お菊のしまっているのは主人が秘蔵の南京小たりの皿であったその皿は十枚あったお菊は洗ったその皿を一枚一枚大事に拭うてそばの箱へ入れていたと一匹の大きな猫がどこから来たのかつうつうと入ってきて 前の膳の上に乗っけてあった焼き魚の残り魚をくわえた臨食なその家ではそうした残り魚を取られても口汚く罵られるのでお菊は驚いて猫を追いのけようとしたその弾みに手にしていた皿が落ちて割れてしまったお菊ははっと思ったが もう取り返しがつかなかったお菊は顔色を真っ青にして震えていたお菊さん何か粗相したのそこには主禅のめかけの一人がいためかけはそう言ってお菊のそばへ来てまあ大変なことをしなされたねと言ったがお菊が震えているのを見ると 気の毒になったので「でもいくらご秘蔵のものでもたかが一枚の皿だものそれほどのこともあるまいよあまり心配しなくてもいいよ」と言っているところへ奥方が出てきたがお菊の前の割れた皿を見るなりお菊の髪をむずとつかんで小突き回したこの大胆者 よくも殿様ご秘蔵のお皿を割ってくれた。さあいえ、なぜ割った。なぜお皿を割った。奥方は、ののしりののしり、お菊をさいなんだあげく、主膳の部屋へ引きずっていった。濃い、つやつやしたお菊の髪は、壊れてばらばらになっていた。お菊は、肩を波打たせて苦しんでいた。 殿様、大変なことをいたしました。この大胆者がご秘蔵のお皿を割りました。何主禅の片手はもう刀掛けの刀にかかった。不届き者め、切って捨てる。外へ連れ出せ。奥方は、待つのうちに血の汚れを見ることはいけないと思った。それでも、 しょしゅんの待つのうちを血でおけがしなさるのはよろしくないと思いますがそうかさらば15日過ぎてからにする」。そう言うかと思うと修然は小塚を抜いて立ち上がりいきなりおきくの右の手首をつかんで縁側に出てその手を縁側に押しつけて中指を切り落とした。 主くはその体を見て心地よさそうに笑った「この女をどこかへ押し込めておけ」「お菊の体は若侍の一人に軽々と抱かれて台所の隅の空き部屋に運ばれた」「勾配の下女たちは遠くの方からハラハラして見ているばかりで」 どうすることもできなかったが、おきくが空き部屋の中へ入れられるとともに、皆でそっと行って、介抱した。傷口を縛ってやるもの水を汲んでやるもの食事を運んでやるものそれは、哀れな女に対する心からの同情であったが、おきくは、水も飲まなければ、食事もしないので、 死んだ人のようになって考え込んでいたそのお菊は数日して姿を消してしまった修善はお菊が逃げたと思ったのでひどく怒って部下の寄木同心を走らせて探した修善はその時火付盗賊改め方をしていたのであったしかし お菊の行方はかからなかった。そのうちに家の者の一人が裏の古井戸のそばからお菊の履いていた草履を見つけて持ってきた修善は結局自分の手で殺生をしないで済んだことを喜んで公儀へはお菊が病死したことにして届け出た哀れな女はそうして修善の家から存在を消して そのままになったがその年の5月になって奥方が男の子を産んだところが右手の中指が一本なかった奥方はそれを見るとお菊の指のことを思い出して血が上がったそしてその夜からその産屋の屋根の胸に夜夜 女の声がしたまた古井戸のあたりでは一つ二つ三つと物を数える声がしてそれが四つ五つ六つ七つ八つ九つまで行くと鳴き声になった その古い戸からは青い鬼火も出た黒い長い髪を振り乱した痩せた女の姿がその古い戸の上に浮いていたというものがあった主前の家では恐れて所持所山へ第賛を立てて守り札をもらって貼りカジキと押しまた 法院山伏の類を頼んで祈祷をさしたが怪異は収まらなかったそんなことで修前は家事太締まりということで薬儀を免ぜられて親類へ長預かりとなったので家はたちまち断絶し屋敷は取りこぼたれて草原となったこのお菊の霊は伝通院の 両吉商人が下脱させたのであった最後までご視聴いただき誠にありがとうございますもしよろしければチャンネル登録をして次の投稿をお待ちいただけますと幸いに存じますお相手は井で麻とでした